名城信夫は日本の元プロボクサー。現、近畿大学ボクシング部ヘッドコーチ監督。元 WBA 世界スーパーフライ級王者。現役時代は六等ボクシングジムに所属した。奈良県奈良市出身。奈良県立奈良工業高等学校卒業。近畿大学中退。父は、料亭料理人のほか調理専門学校で、 講師や奈良県調理技能司会の会長代行や奈良、沖縄県人会副会長を務め、弟の友事は、極真館全日本ウエイト制、空手道選手権中量級や中央アジア、空手道選手権大会中量級で優勝し、K1 に出場するなどの実績を持つ、空手家である。二度目の世界王座獲得後の2009年に入籍。4月29日に、京都で挙式を行った。 2011年1月12日、第一子が誕生。2003年7月11日、プロデビュー。2004年8月7日、プロ5戦目。2度の世界挑戦経験を有する現役世界ランカー、ホンダ修也と対戦。この試合はホンダにとって3度目の世界挑戦に向けての前哨戦で、名城はいわゆる、カマセイヌとされたが、試合はそのカマセイヌ名城が、 序盤から右ストレートを中心に手数を惜しまず攻め込み、ボディブローも決めて、ホンダを圧倒。一方のホンダも8回に意地の猛攻を見せるが、これをしのぎ切る。試合は、名城の10回判定勝ち。この勝利で、名城はホンダに代わって、世界ランク入りし、無名のボクサーから、一転、近い将来の世界王者候補として、一躍脚光を浴びた。 2005年4月3日、6戦目で日本王座初挑戦。同じ大阪市内の事務所属で合同練習もたびたび行っていた日本スーパーフライ級王者、田中誠二に挑み、最終10回 TKO 勝ち。王座獲得に成功する。しかし、田中は試合後の控え室で意識不明の重体となり会場近くの病院へ搬送されたが、12日後の4月15日に、 急性硬膜下血腫のため意識を取り戻すことなく、死亡。名城自身も、大きなショックを受け、1ヶ月間自宅に引きこもる。息子のことは気にせず、これからも頑張ってと励まされた。また、下防衛後鳥取市にある田中の母前に赴き、勝利を報告するなどしている。前後者の死からようやく立ち直った11月22日、初防衛戦。 WBA 世界スーパーフライ級2位、プロスパー松浦と対戦し、10回判定勝ち。この勝利で、WBA 世界ランキング1位となり、指名挑戦権を獲得。2006年7月22日、8戦目にして、世界初挑戦。指名挑戦者として、WBA 世界スーパーフライ級王者マーティン、カスティーリョニードム。迎えた10回、 一分を回ったところで王者の左目尻から出血があり、レフェリーストップ。この瞬間、辰吉上一郎と並ぶ、当時の国内最短タイとなる8戦目での世界王座ダッシュを果たしたで更新。なお、JBC 非公認であるが、荒垣悟るも8戦目で、IBF 世界バンタム級王座を獲得している。12月2日には、エドアルド・ガルシアを12回判定に下し、 初防衛に成功。2007年5月3日、カスティーリオの前王者でもあるアレクサンデル・ムニオスと対戦。前半は元王者を相手に互角以上の戦いを演じるが、徐々に押され始め、後半はダウン寸前のピンチに陥る。12ラウンドをフルに戦うも判定で完敗し、2度目の防衛に失敗し、世界王座から陥落。10戦目にして、 プロ初黒星を喫した。その後、6月に交通事故に遭い、軽2を負傷したが、11月26日に再起戦を行い、3回 TKO 勝ち。2008年9月15日、世界王座帰り先をかけ、WBA 世界スーパーフライ級王座決定戦に、出場と WBA、WBC 王座統一戦を行い、0から3の判定負けで王座から陥落。 王座統一を果たしたミハレスが WBA、世界同級スーパー王者となったため、正規王座が空位となった。河野公平との日本人対決を12回判定で、制止1年4ヶ月ぶりの世界王座帰り雑起を果たした。2009年4月11日の初防衛戦では、河野のジムメイトでもある、富山幸之助と対戦。初回と6回にダウンを奪われる苦戦を強いられたが、 八回、逆転 TKO 勝ちを収め、防衛成功。セミでは、孫昌郎 VS、ただえつ子の WBA 女子世界ミニマム級、タイトルマッチが行われ、国内初の男女ダブル世界戦となった。9月30日の2度目の防衛戦では、ランキング1位、ウーゴカサレスと指名試合を行い、ここでも苦戦を強いられたが、フルラウンドの死闘の末、三者三様の引き分けで辛くも、 防衛に成功。2010年5月8日、大阪府立単位区会館で3度目の防衛戦。前回防衛戦で対戦したカサレスと再戦。前回同様、フルラウンドを戦い抜いたが、12回0から3の判定巻きをきし2度目の世界王座陥落となった。2010年10月11日、大阪市住吉区民センターで、 イワンキーとノンタイトル10回戦を行い、2回に2度のダウンを奪った末の3回小勝ち。鮮やかな形で再起を果たした。2011年2月5日、大阪府立体育会館で WBC 世界スーパーフライ級王者、トマス・ロハスに挑戦。インファイトを挑む名城に対し、王者はアウトボクシングで対抗。八回には偶然のバッティングで王者が負傷し、規定により、 名城から一点減点。それでも、フルラウンドを戦い抜いたが、最終的には12回0から3の判定で敗れ、世界王座返り先はならなかった。2011年7月30日、大阪、住吉区民センターで、WBO 世界フライ級級位で、フィリピンアブスーパーフライ級王者のレイペレスを相手に、ノンタイトル10回戦を行い、3から0の判定勝ちを収めた。 2011年11月4日、台湾国にて、ロハスを破って、王座を獲得した、WBC 世界スーパーフライ級王者スリアン、ソウルンビサイに挑戦。22歳の王者相手に懸命に、パンチを繰り出すも、12回でから3の判定で敗れて、王座獲得はならなかった。2012年9月1日、大阪市住吉区の住吉スポーツセンターにおいて3度目の、 王座獲得を目指し、WBA 世界スーパーフライ級王者、テイパリットコーキャットジムに挑戦。終盤は王者を押し込む部分もあったが、12回例から2の僅差判定負けを喫して、王座返り先に失敗した。試合後に現役引退を表明していたが、2012年11月19日に引退を撤回し現役続行を表明した。2013年4月7日、 大阪、住吉区民センターにて、WBC 世界バンタム級12位のヨーチャンチャイ、ナコンルアンプロモーションとバンタム級10回戦を行い、6回3分9秒小勝ちし、再起戦を飾った。2013年9月3日、当初は同年8月23日に、バンコクにあるサイアムパークシティで予定されていたが、元 WBA 世界フライ級王者、 電化をカオ顔一との体調不良を理由に延期となっていた WBA 世界スーパーフライ級暫定王座決定戦をナコンラーチャシーマー県にあるスラナリー工科大学で行い12回1から2の判定巻きをきし暫定ながらも3年4ヶ月ぶりの王座帰り先に失敗した2014年4月3日近畿大学にて記者会見を行い 名城が4月1日付で近畿大学ボクシング部ヘッドコーチに就任し、それに伴い自身が現役を引退したことを発表した。ヘッドコーチ就任にあたって名城は昨年9月のタイでの試合で敗れて悩んでいたところ、赤井秀和総監督からボクシング部指導の話をもらい、即決した。東京オリンピックを見据えて指導していきたいと語っている。2016年、 アマチュア資格がないまま試合会場で選手の練習相手を務めたことを理由に日本ボクシング連盟山根明会長が問題し日本ボクシング連盟から試合会場への出入り禁止などの処分を課されたその後2018年9月に連盟の体制が変わり名状の処分を撤回してアマチュア登録が認可された2019年4月1日付で 近畿大学ボクシング部監督に就任した。ありがとうございます。